チキラドメデジュンです。今回はこちらクラネチからお送りしていきたいと思います。スタンフォール級のアタックがねメインになってくるかなと思うんですけど、今回まだねちょっと対戦中なんですけど、もう87点と上のこの1と2ですね、空いてる1、2っていうところでパーフェクトですね。もう下が全部埋まりきっているというわけでね、まあ優秀ですね。で今回ちょっとね対戦でタウンホール級のアカウントね3つほどね使ってるんですけど、まあ3アタックぐらいでねタウンホール11とか10からね全開が取れているので、その辺を紹介しつつ、まあ配信者しゆねさんだったり他の配信者さんのアタックも見つつって感じでやっていこうかなと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。まあ一応タウンホール11への攻めですよ。これクロスボがね4個あって全部対1クロス、まあインフェルノタワーがシングルシングルと、これ狙い目ですね。さ今回ちょっとねインフェルノタワーを狙ってもよかったんですけど、対空施設が固まったこっちサイドを狙っていきました。さあウォーデンゾーンもね無造作に置かれていって、ここルート綺麗になるからねこの天才が。さあラバハウンドで固めていって、さあベビードラゴンが出てきたので、ここに対してポイズンフリーズまでかけて、ここ一気にポイズン処理を狙っていきます。さあ裏からラバルも展開していきつつ、ポイズンとパピーでしっかり処理ができました。ポイズンのレベルもね高いわけじゃないのでね、フリーズまでかけて確実に処理してあげないと怪しいんでね。さあ今回はちょっとシングルインフェルノっていうところもあったのでやりやすい配置だったかなと思うんですけど、まあマルチへの攻めとかもね前回だったり今回もちょっとマルチ IT を相手にした攻めもあるので、そちらも一緒に見ていただければと思います。さあ一応ねこの辺のテスラとかがやっぱめちゃくちゃ強い。アーチャータワーとかテスラとかがね格上ですので、タウンホール11っていうところでね、タウンホール9のバルだと確定数もちょっと変わってたりするのかな、さすがにそれはないか。さあテスラがやっぱ強いですね。結構勝ち確ムードの状況だったんですけど、テスラ1本でだいぶバルーン落とされましたね。まあとはいえねこれでタウンホール9から11への全開ですよ。まあイーグル4ないんでね実質タウンホール10っていうところなんですけど、まあテスラがタウンホール11なんでね、今回もルート作りのための天才を使って対空砲を削ることで9時、12時、3時というようなねぐるぐる回すようなラバル回しをすることができました。この編成天才ラバルをする上ではね、そういうルート作りを作る対空砲オールね天才が重要かなと思います。さあ続けてこちら、正直こっちの方がレベルちょっと攻めるの嫌だなっていう感じだったんですけど、こっちは5レ1のハイブリッドですね。さあここはしかもいきなりテスラ引っこ抜いてびっくりした俺。どっちにしろ格ゲーだしね、ホーミングあったらまあめんどくせえなと思ったんですけど、まあバルーン囲いでやればいいんですけど、さあここらもねテスラ引っこ抜いてマジかと思いつつ、両サイドをベビードラゴンでサイドカットしていきます。なかなかねびっくりな位置に両テスラ引いて、おおおと思いつつ、でマルチインフェルノに関しては天才ここライトニング5とクエイク1使うのでね、まあ、普段使ってるライトニング4発で対空砲ってるんですけど、かなりお高いですね。呪文2枠も使わされてしまいました。これ格上って感じするよね。しかもインフェルノマルチだったし、これはおらざるを得ないですね。さあ迫撃砲しか攻撃は食らわないのでゴーレムは出さず、一旦他の周りを削っていきつつゴーレムでしっかり全てのターゲット取りつつ、キングも追加でしっかり相手のクイーンの方へ誘導していきつつ、この辺はねしっかりゴーレムがねターゲット取ってくれてますからね。まあオイウィズも追加していって、対空砲だったりクロスだったり、このレベルの高いクロスはねやっぱラバル回しする上でね非常に厄介ですからね。で裏からラバルを繰り出していくと、対1クロスっていうのもやっぱね隠したキラーのクロスだったと思うんですけど、まあ、ラバルをする上ではねかなり楽ですよ。ないのと一緒ですからね、まあ、ないのと一緒というかあるけど体力の高い置物ですからね。さあフィストを使って対空砲を折りに行かせつつ、フリーズで対空砲固めて、対空砲もやっぱレベルが高いんで硬いしバルーンどんどん落とされるんでフリーズ対象になってくる。さあクローク使ってインフェルノの方までバルーン誘導させていきつつ、これでフィニッシュと。まあ防衛施設がね一個一個レベル高かったり、まあインフェルノがあったりとかいうそういうあれなんですけど、しっかりね基礎をやってあげればこうやって問題なく格上相手でも問題なく全開が取れると。これでフィニッシュと。まあマルチインフェルノはね
天才で壊してあげるに限るかな。相手しようとするとやっぱめんどくさいんでね。さあ続けていきましょう。こちらもターンホール10、マルチインフェルノが2本しっかり生えてるということなんですけど、今回はそのうちの1本をライトニングで追っていく。さっきと同じ5-1ですね。ライトニング5発でクロスボウと対1クロス両方、あー間違えた、クロスボウとインフェルノエアスイーパーあたりが全部一気に越せますね。めちゃくちゃいいバカドア。さあクイーンだけ拾ってあげて、出てきたところにキング合わせて、ヒーロー見てもらえれば分かるんですけど、12と13っていうところでね、うん、全然完走じゃなくても全然こうやってターンホール10とか11とか相手にも全開が取れるので、僕は対空砲クイーンで狙いつつっていうところですね。ラバルスタート、しっかりラバーバルーンを出した後は回収のガーゴイル。こっちサイドは防衛施設がないのでガーゴイル出しても焼かれないですよね。援軍がちょっと斬新なホグライダーというところ。さあ9時からラバルも追加で出していきつつ、この辺の防衛施設のターゲットをラバで取ってあげることで、このバルーンに被弾がいかないんですよ。このクロスもずっとラバハンドターゲット取ってるでしょ。ターゲット取ってるの見てそっちはフリーズ固めないと。ラバルがね、分かんない方にが結構あれなんですけど、しっかりラバハンドでバルーンを守ってあげる。今みたいにラバがずっと防衛施設のターゲットを取ってくれるので、バルーンがダメージを受けずにぐるぐる回るというような状況を作り続けるというところですね。結構ラバルが難しい、どうやればいいのか分かんないという感じなんですけど、ラバで防衛施設のターゲットを取る。でバルーンを素早く出してあげることで、防衛施設をラバに竹取ってもらってる隙にバルーンが壊してくれると。そのね、本当に基礎を繰り返すだけでもうターンホール9どころか、もう上のターンホール帯でもねこうやって全開が取れちゃうので、うん、まあ、序盤はまあ当然ターンホール9相手にね練習していただいて、こういう甘い配置はターンホール格上であってもね全開が取れますので、ぜひ皆様怖がらずにチャレンジしてみてください。ヒーロー12とか13でも全然いけます。やっちゃいましょう。さあ収入さん見ていきましょう。まあターンホール10なんですけど、10になってるものは1個もないかな。さあライトニングテカテカ打ってあげて対空砲破壊。さあ逆サイドもライトニングで対空砲を打ってあげると、うん、ナイス。もうこれはめちゃくちゃ強いですね。さあ、おー、とりあえずライトニングからのキング、ライドラー、さクイーンでクイーンもスナイプしつつ、さドラゴン6時ドラゴン、ドラゴン、さキングは早めにフィストを使ってあげて、キングは入ってなかったみたいですね。さ進めていって、これはもう対空砲2本余裕の展開ですね。さいいライドラサイドカットからのレイジを使わずに取っていく。さあライドラがもう一回金山に爆裂チェーンを入れていく。エアスイーパー何もせずに壊れてきましたね。さあしっかりドラゴン中心部へ誘導していくことで大量のドラゴン残ってきましたね。裏の対空砲はもうすでにライトニングで壊されてますからね。まあ、他の動画でもね取り上げてるんですけど、天才ドラゴンもうこれめちゃくちゃぶっ刺さりだよね。これぶっ刺さりだ。ガーサス素晴らしいですね。なんだろう、ターンホールは7とか8とか、まあ7ではまあ早いかもしれないけど、7でもやってたし、8とか9とかでね全然やっぱ強かったドラゴン編成っていう形なんですけど、9でも全然こうやって全開取れるので、まあ、とりあえず2本折りでこれライドラもらうとかが、まあライドラもらえなくてもなんだろう、適当に呪文援軍もらうだけで全然いいと思うんで、うん、これ強いです。さあケイスケさん攻めてますね。ケイスケさんもライトニング8発、さあ対空砲に対してライトニング、これも同じく天才のドラゴンですね。さあどこ売る、うん、こっちだよね。さすがにレベル高い対空砲売るのがねやっぱ基本かな。ヘイストあるんでヘイストバルーンとかで6時は突破しそうなんですけど、さあクイーンで対空砲狙いですね。で6時にドラゴン、ドラゴン、ドラゴンと来て、クイーンはクローク使っ
ってく、しっかり対空砲を折り切ってラバハウンドまで使ってバルーンを追加で出していく。さあ逆サイドはスケルトンからのキングで相手のクイーン処理してますね。さあもうこれはもう余裕すぎるな。さあヘイスト一発あるんですけど、ラバハウンドがいるんでね、これはラバに先行していただいて、まあいい時にこのヘイストバルーンをしていく流れになりそうかな。対空砲が全部折れてるんでね、ラバとバルーンの距離感ずっと近くできますね。さあホーミング当たりましたが、レベルが高い援軍からもらったラバなんでね、すごいな、強い、ずっとタンクしてくれてる。もうドラゴン回収だからね、もうこんなん。さあバルーン弾け飛ばしていきつつ、安いよってテスラからバルーンかな。ヘイストやらないか。これはもうね、ドラゴンラッシュはね、さっきのアタックもそうだったんですけど、対空砲をどうケアするかっていうのがやっぱ一番大事な編成なので、対空砲とエアスイーパーですね。今回も対空砲4本全部ケアしてあげた。2本をライトニング、1本をクイーンで、1本をラバハウンドっていうケアの仕方をしてあげたので、これあれだな、タスク切ったな。さては余裕の展開とガーサス。さあもう1本シュネさん、天才ドラゴンライトニング6発ですね。6。あ、対空砲のレベルが低いからか。なるほどなるほど、対空砲のレベルが低いから6でいけるんですね。これは美味しいな。それはいいライトニングですね。さあライドラ展開されていって、9時にはキング、うわいいカット。さあドラゴン展開4から7、結構広めなんですけど、大きくサイドカットしてバルーンも追加。さあ対空砲ギリギリですが、ライドラから外れてくれた、熱い。さあレイジ2発あるので、まあ1発目はもうこの辺打っちゃって良さそうだね。対空金庫なんで、もう早めに使っていきたいところですが、なんとか突破はできそうだ。さあレイジ使ってクロスボウと対空砲一気に破壊して、こういう HP の高い防衛施設だったり施設があるところはね、レイジを使って一気に突破してあげるのが最終的にやっぱ被弾を受けるあれが少なくなるんでね。うん、でさっきちょっと早めにレイジ使った方がいいっていうのがこういう状況だからね。結局レイジ1枚余るじゃないですか。浅めに打って今みたいなレイジを中心に打ってあげると2枚効率よく使えたかなってところです。レイジ1枚だったら今みたいな打ち方がベストかな。さあレイジ残って、大量のドラゴンも残って、前回ガーサスと。さあケイスケさんもう一本攻めてますね。こちらもね、天才ドラゴン71クエクあるんでここな気がしますけど。さあクエクで対空砲両方揺らしていって、さあ大砲も壊していくような形。ライトニング一発余りましたね。さあケアはしっかりクイーンの方で対空砲1本折っていくようなケアをしていきつつ、イーストバルーンとかやりそうだったけど。さあドラゴン3時から展開ですか。こっちのクロスが空に攻撃できない対地クロスになってるので、あクイーンのキングがこっち来てくれたらこれ強かったね。さあもうバルーン残して裏に当てるような流れになりそうかな。さあ浅めにレイジをかけていって、ちょっとホーミングで潰されていきますが、来た、裏ラバルまであったわ、裏ラバルと。さあレイジが切れちゃう。さあこのラバ強いな、こうやって見てると。さっきのケイスケさんのアタックもそうだったけど、対空砲がなくなった状況でのラバハウンドがもう殺せないっすね。強えな。一生もラバがターゲット取るような形で先行してくれて、裏からバーンルーンが回ってくるっていうところでね、まあ、ライドラ型も当然強いんですけど、こういうラバハウンド型もめちゃくちゃ強いですね。まあ援軍が強いっていうのはまあ当然の話ではあるんですけど、裏からのこれ強いな。フィストも残ってライトニングも一発残ってのガーサスと。うまし、すごいですね。まあ、同じ天才ドラゴンでもやる人によってだいぶ形が変わりますね。ケイスケさんのこのやり方も
すごく強い。さあ余裕の全開ということで、さあこんな形で今日は終わっていこうかな。まあ、結構タウンホール9から11だったり10だったり同格のアタックをたくさん見ていってどうですか皆さん。そうだな、結構シューネさんとかもね1月の12日にクラクラを始めたのでもうそろそろ、今2ヶ月半とかそんなもんかな。クラクラを始めて2ヶ月半でもうタウンホール9まで来て、こういうタウンホール9ガチガチのね対戦できるようになってるので、今から始めてもね全然遅くないし、どうだろう、初めて2ヶ月半の人がタウンホール9で前回こうやって星6取れるってすごくないですか皆さん。本人に言ってもね全然認めてくれないんですけどね、これすごいですよね。というわけでね今日はこんな感じで終わろうかなと思います。まあ、タウンホール級もねそうこのメンバーさんのおかげでねたくさん対戦ができるようになりましたし、ちょっとクランリーグの方もねこのままメンバーシップ入ってる方限定でね一緒に回していこうかなっていう話になってるので、まあクランリーグだったりまあこのまま対戦だったりいろいろね、まあ、いろんな対戦いんな感じでなんかいい感じにねいろいろできたらいいかなと思います。まあ、最後にちょっとねメンバーシップの話も出たので話しますが、YouTube のねメンバーシップ登録っていうのがあります。自分のメンバーになるみたいなやつかな。まあ、月額ちょっとねいくらかかかってしまいますが、その分ちょっと一緒にねクラン入って対戦ができたりとか、クランゲームだったりクランリーグを一緒に回したりとか、まあ、タウンホール14アカの方でね、メンバーシップ登録していただいてる方のねクランをね順番に巡り回ってアドバイスとか、まあ、対戦を実際に入ってね攻めたりとか僕の方でいろいろやらせていただいております。今年で3ヶ月目かな。あとはね、まあ、メンバー限定ディスコードとかでいろいろ会話をしたりとか、たまにこの前のあれだったな、世界大会のなんか予選かなんかだったかな、あれかウォームアップトーナメントか、自分たちの対戦終わった後はそちらの方でね、メンバーだけで通話をつなぎながら僕が解説したり生でね通話しながら話したりとか、まあ、たまに 5v5 の対戦とかをね14でやったりとか、まあいろいろやってますので、ぜひ興味ある方登録していただけると嬉しいです。ディスコードがちょっと怖いよって方はね登録だけいただいても全然問題ないです。登録いただいてちょっとそのねコメントが入ってるの合言葉がとかね書いてある投稿がありますので、そちらを見てこちらのクラン申請していただければこのクランに入ることもできますという感じですかね。はい、というわけで今日はこんな感じだと思います。チャンネル登録をお願いします。次のところでしましょう。さよなら。